皆さんこんにちは。物理学者の村山仁です。この間は標準理論っていう今の物理学の盲元になる素晴らしく成功した理論の話をしました。そしたらもう素粒子物理学やることないんじゃないかと思う人もいるかもしれません。でもこの標準理論、人類史上一番成功した理論ですけども、それでも足りないこと、説明できないことがまだ実はたくさん残っています。例えばニュートリノという本当に恥ずかしげさの小さな粒々がありますけども、なんでこのニュートリノちょっとだけ重さがあるのかな、これ説明できないんです。それから標準理論で説明できるのは宇宙の中で実は 5% だけ、残りの 95% はダークマターとかダークエネルギーとかまだ未知の存在であるということも分かってきています。そしてこの宇宙がどうして始まったのか、どうしてこんなに大きくなったのか、そして実は私たち物質は反物質と出会って完全に消滅してしまう、そういう危機に瀕していたんですけれども、これが誰が救ってくれたのか、スーパーヒーロー誰なのか、こういうことも分かっていません。でこうやって実験観測からまだ説明できないことがあるよっていうことがたくさんあるわけですけれども、それ以外にも標準理論ではどうしても納得がいかないことがたくさんあります。例えば標準理論で肝心からめなのはヒッグス粒子という耳慣れない小さな粒々です。でもこの粒々は宇宙空間にぎしっと詰まっているんだ。だけど気がつかないのはちょうど空気のような存在でも、空気っていうのは生きていくために大事ですよね。ヒッグス粒子ってとっても大事な存在なんです。どうしてこんな粒子があって宇宙空間にぎしり詰まっているのか、そして今まで見た小さな粒々素粒子とは似ても似つかない全く新しい種類の粒子だということも分かってきています。ですからこれってどういう粒子なんだろう、なんでこんなものがあるんだろう、そういうことも分かっていません。それから自然界には4つの力があるというお話をしましたけども、重力、電気の力、強い力、弱い力、どうしてこんな4種類もの力があるんだろうか。もしかしたら統一理論といって一つの理論でこの4つの力を全部説明できる、そういう理論がないだろうか。それから素粒子の数も今ではなんとクォーク6種類、レプトン6種類、全部で12種類の物質粒子が見つかっています。素粒子っていう一番根源的なものなのに、なんで12種類もあるんだろうか。これももしかしたら実は一つのもので全部説明できるんじゃないか、こういうようなことも考えられています。そして最後はこの重力、一番馴染みの深い力のように思いますけれども、でも実はこの重力をうまく標準理論に取り入れることはとっても難しいことが分かっています。本当は重力って何なんだろうか、空間と時間ってどういうふうにできてるんだろうか、こういうことも標準理論では説明できていません。ですから標準理論はものすごい素晴らしい成功した理論なんですけども、これだけではまだダメだ、この先にもっと面白い、もっと深い、もっと大事な物理法則があるはずなんだ、これをなんとか見つけたいっていうのがこれからの素粒子物理学の大きな目標です。これをやっていくと、例えば宇宙空間は左右、上下、前後の3つの次元だけではなくて、小さくまとまった異次元空間があるんじゃないだろうか。もしかすると今知っている粒子は別のパートナーがあって数が倍以上に増えるんじゃないだろうか。それからもっと調べていくと、例えばヒッグス粒子も素粒子ではなくて中に何か小さなものがもっと詰まっている、そういう自然界のもっと深い階層があるんじゃないだろうか。こんなこともこれから調べていこうと思っている内容です。そのためにはどうしても新しい道具が必要になってきます。今世界では LHC という巨大な加速器が運転をしていて、これで今素粒子物理学を推し進めています。でもそれよりもさらに前に進むためにはどうしてももう一つの装置、国際リニアコライダーが必要になる。これが世界の物理学者がみんな考えていることです。これをこれから作っていくことをしてますので、皆さんもぜひ応援してください。私が今一番知りたいと思っているのはやっぱりダークマターって何だろうかっていうことですね。でこのダークマターは宇宙の 25% を占めている物質なんですけれども、まだ正体が分かっていません。でも実はこのダークマターがないと私たちの